っくりしていってね。今回は有害駆除シーズン1匹目。今シーズンも頑張っていきます。実際この駆除作業をしていて、改めて獣の動きの引きの違いをよく感じてきます。春は結構動き回るので、比較的取りやすいですね。取りやすいと言っても、日頃から山を覗いていないと、わからないこともありますが、例えば1年間のトータルで見ると、この時期はこの道を通り始めるとか、この場所はタケノコを食べに来るから、先回りしてかけて備えるとか、いろいろなことがわかってきます。イノシシを取る場合と、鹿を取る場合だと、鹿は見晴らしのいい場所を好み、イノシシは込み入った藪のような場所を、好んで歩いてるように思います。鹿は習性上、見通しがいい場所を好むのでしょう。多分そんなような場所の草を、好んで食べるんでしょうね。だから杉やヒノキの皮を、食べたりするのかとも思います。ですのでもしかしたら、皮を食べられないようにするためには、下払いをしない方が被害が少ないのかな。今映っているのはコンセントのライトです。これをつけることにより、途中で電源オフが防げる優れもの。となるわずが、電源が切れない代わりに、いつの間にかコンセントからライトが抜けるという、悪循環に陥ることになっています。しかもコンセントも取り付けにくいのです。多分私の使っているポータブル電源と相性が良くないんでしょうね。USB とその他の部分は目くらをしています。単純にゴミが入るからですね。メーカー推奨の使い方ではないので、ゴミの侵入にも気をつけています。実際 150W の威力があれば、こと書きませんし、安いもので十分代用できますね。では始めていきます。はい、見えましたね。こんな感じの見渡しがいい場所は、鹿が好みます。それに雑木が多いので、ワイヤーもかけやすいですし。角付きですね。突進だけは注意です。いただき、罠を回収して戻ります。今日は一人なので往復の回数が多い。今回も坂の途中にかけておきました。下は道が多すぎて絞り込めませんでした。坂の部分は場所が決まっていることが多いので、簡単に目星がつけやすいのがいいところです。デメリットとしては雨に弱い、大雨だと土が流れてしまう可能性があるので、雨の後はすぐに確認しに、近くまで寄らないといけないのがデメリットです。罠のすぐ際に石を置くことにより、土砂の流出を減らせるので、この方法を使うと、石をまたぐ効果も相まって、なおかかりやすくなります。記憶よりも、
四角の大きめの石を使う方が取れやすいと思います。木や枝の場合、蹴ってどけてしまうことも多々あります。ですが石の場合はそんなことはあまりないように思います。木は獣道に倒れていた場合、蹄で削っているものも多いと思いますが、石の場合あまり好んで踏んではいないと思っています。蹄と石の相性が悪いのでしょうね。次は罠の回収。結構うまくいっています。ですがいつもの罠の方が取れると思います。ただし危ないのがデメリットです。材料も私の持っているもので販売終了でした。探せばあるのでしょうが、あまり見かけません。というか一本もので売っているのはないですね。もう曲げてあるものがほとんどです。曲がり具合から手製なので、俗に言う深みが違うと思っています。作るのにも押し羽式の何倍もかけますし、愛着がある分、紛失した時の精神的ダメージは計り知れません。その分こっちの押し羽式は簡単、安価、壊れてもすぐ作れると揃っています。ですので今はこれが主流なのでしょうね。この罠も作ってみているのですが、また新しい課題が見えたので改良していこうと思います。簡単に言うと、パイプは長すぎではダメだし、短すぎてもダメということですね。だいたいスプリングの7割がパイプの中に入っている方がいいかなと思い始めました。これでもいいのですが、長い方が引っ張りやすいのでなおいいのかも。ここからが重労働です。これを乗せると制限がかかるため、遠目にご覧ください。鹿を引っ張るのはダメみたいです。そして上まで運んできました。今回は小物も買っています。キッチンバサミです。意外と何にでも使えます。100円のものを買ってみましたが、もう少しいいものを買った方が良かった。そして場面が急に変わります。乗せたいのですが乗せられないジレンマです。罠を仕掛けていたら掘り当てました。もう夏になりますね。ちょうどアメリカの17年セミというのをニュースで読んだので乗せてみました。顔はエビみたいです。と言いますか、掘り当てたのは初めてです。まだまだ早いお目覚めでしょうから、返してきましょう。獣たちも夏の動向になりそうです。夏になるから夏道を探さないといけませんね。そのままで通ってくれたらいいのだけど、今年はどうなりますかね。セミさんバイバイ。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。